三国無双エイト新生オープンワールド一騎当選。広大な一枚マップの中国大陸を自由に探索。オープンワールドならではのさまざまな要素が大陸各地に。攻略方法はプレイヤーの自由。呂布、またぞろ動き出したか。今こそ乱世の獣呂布を討つ時よ。フィールド上には多彩な任務が発生。主要任務を達成するとストーリーが進む。いきなり主要任務に挑むことも可能だが、攻略難易度は高い。連動する任務を達成していくと味方に有利な状況が生まれる。点在する拠点を制圧して戦線を押し上げていくことで関連する任務の難易度がダウン。主要任務達成へのルートは思いのまま。攻略手段も多彩。鍵縄を使った潜入、兵器での縄文突破、正面からの切り込みなど戦術次第でいかようにも。砕いてやるが。新武将続々、総勢90人のプレイキャラが新たな衣装で登場。全キャラに用意されたエンディング、まさに圧巻のゲームボリューム。圧倒勝負だ。正義を尽くす。手本を見せてやろう。心に刻め。突破してやる。俺は誰にも止められねえ。油断したね。全部お見通しだ。諦めたら終わりだ。数字を通す。戦術実行。目標です。笑顔で参りましょう。生まれ変わったアクション。シンプル操作で変幻自在の攻撃。敵を気絶させたり、空中に打ち上げたり、コンボのきっかけを作るトリガー攻撃。地上、空中、ダウンなど敵の状態によって同じ操作でも攻撃が変化。敵の出鼻をくじくカウンターや防御を崩すガード弾きなど、シチュエーションによってさまざまな攻撃が。それぞれの武将が持つ強力な一撃、発動中は無敵の特殊技。とことん楽しむ要素が満載。宝玉を使った武器の強化、騎乗馬の育成、武器や道具を作る素材集め、無双武将との交流も楽しめる隠れ家、礼服姿で登場する武将たちにも会える。オープンワールドで描く新たな無双の世界。Yeah.
三国無双エイト。プレイステーション4、2月8日発売予定。初回特典、超運強撃風コスチューム、グッズ同梱のトレジャーボックス、さらに全キャラクター武器ダイキャストセットがついた超豪華版一気当選ボックスも同時発売。新三国無双8の発売を記念した刻印モデルも登場。